はい、ビリヤードファンの皆さんこんにちは。第48回ナインボールクラシックテンボールチャンピオンシップ、これは予選3回戦かな、3回戦ですね。3回戦の模様をお届けします。ニュー文化の山本選手対ブラッキーズ大友選手 A 級戦六崎ですというところで、今回は過去のスペシャルマッチの配信企画ということで配信していこうかなと思うんですけど、というわけでね、いつもライブ配信見ていただいてる人は天カメとかね、表情カメラとかいろいろつけてるんですけど、ちょっと今回は残念ながらなしということで、はい、一画角ですけどもスペシャルマッチ楽しんでくれればなと思いますということで、去年の夏に行われた A 級戦ですね。さてさて、まずは山本選手のブレイクからゲームがスタートしてますけど、1番、ノーインなのか、ノーインなんですね。大友選手のターンですけど穴がない。いや、こういう遠いコンビとかどうするんだ。 A 級の人だったらうまく入れるのかな。構えてついて、あー、やっぱ穴ない、なかったんですね。どっちだったんだろう。セーフティーじゃない、やっぱ入れに、コンビ入れに行った感じはしましたけどね。8番で隠れて、あー、 B わかんないなー。あ、でも当てありそう。当てはあるけど入れはない。あ、裏から行った、当てなかったんだ。さて、当てて、また縦の嫌な位置で残ってますけど、さあ、開始からなかなか1球目が入らないっていうのは B 級の私からしてみるとちょっと嫌な感じで始まりますけどね。薄め入れて、また2番嫌だなこれ。1番入れます。2番が左下コーナーぐらいはありそう。あー、全然違うとこ見てた。え、カット。いや、それはさすがに嘘。あ、嘘ですよね、はい、あ、スクラッチ見てたのか。あー、そっかそっか。確かにね、左下入れたらちょっとスクラッチするの、ちょっとと球引き玉目でついて手前にかわしたい気持ちだと思われる。どうでしょう。ああ、押した、全然違う。やっぱね、縦球でね、難しいですよねこういうのは。はい、という感じで次2番が山本選手がチャンスでサイドを見てる。サイドか、ちょっと薄いけど、まあでも A クラスの人なら入るんじゃないかな。クラスの人なら入る、角返し。やっぱサイドって上手くなっても難しいんだな。さて、サイド前チャンスで大友選手が回して3番に取りました。3、4はね、なんかいけそうな気はしますけど、5番が打たすの難しいですよね。ちょっと6とか9とか10とか周りに穴があって、5番入れる穴自体は右下な感じしますけど、ネキストどこなんだろうって言われると、ちょっと手で置いてもどこかよくわからない、そんな感じ気がします。回すのか、回すのね。トロンってやってその辺に止めるんだと思ってましたけど、回すんですね。ちょっと遠くなった。え、そこ狭、狭くないですか、そこ止まるの。そんな絶妙な、
そんな絶妙なコントロールしちゃいます？それすごいですけどね。どうだ。はい。うわあ、そう、やっぱ止めたい気持ちがあって厚めに入ったみたいなことなのかな。結構難しそうにね見えましたけどね今の。はい、大友選手がチャレンジングなショットで、ただ引き続き状況は楽にはならなさそう。これ4球9番が多分5番に邪魔されて右下通ってないんだろうな。だとしたらどうするんだろう。わ、だいぶ難しい、これだいぶ難しいですよ。ああ、そうですよね。やっぱ通ってなさそうですもんね。でも可能性があるならチャレンジしたいとこではありますよね。さあ、ここ来たらだいぶいいんじゃないですか。さあ、土手際ショットですけど、押してワンクッションかな。ああ、しっかり、しっかりめ、しっかりめ。ナイスショット。これはもういけるんじゃないですかね。だいぶ最初に比べればいけそうな感じがしますね。6番がサイドネキですと。さあ、まだ3回戦ですからね。大友選手は特に今回1回戦シードということなので、まだ2戦目ですから、まだ微妙に体温まってないとかあるのかな。こうね、ナインボールクラシックを8回ぐらい勝たないと優勝までたどり着かないで、結構長丁場な試合になりますから、2回戦3回戦あたりって意外と苦戦する、上位のプレイヤーでもね苦戦する方結構多いですから大変かもしれません。さて、ん？あれ？あ、なんだ？あ、手前の9番触ったのか。あ、手前の9番触っちゃったのか。そしてファール。あれ？あ、そういうことじゃない。え、なんだ今の。あ、脱いだのか。あ、同じ人、同じ人だった。同じ人だった。失礼しました。なんかね、ずっとなんか黒っぽい人と白っぽい人っていう見分け方してたんですけど、なんかもう白が白で分かんなくなってきちゃった。なるほどね。いや、まあ確かに手前の球とか触りがちですよねって言いつつ、入れてスクラッチになっちゃったと。おお。なるほど。結構ね、手前のなんか奥の方の球構えて手前に服が当たりそうみたいなことって結構よくありますよね。自分がやっててもそうだけど、人がやってるの見るとなんかこれついてるんじゃないのみたいな思ったりとかするあるんですけど、あれってファールなんですよねきっと。はい、山本選手が 1-0 で先制しました。ちなみにここまでの戦績なんですけど、今3回戦です。今ラック組んでる二部文化山本選手が、1試合目が、クリックス藤井選手に勝利、2試合目がパル新井選手に勝利で3回戦を迎えてます。第5組ですと。大友選手、ブラッキーズ大友選手は1回戦不戦勝、2回戦目が、エニシング三石選手を下して3回戦に進出。はい、これが3回戦、次4回戦勝てばベスト16決勝トーナメント入りという形になった3戦目ですと。で、セカンドラックブレイク、これもノーインだ、さっきもノーインだったんですけどね、なんだろう、ラックの立ちが悪い台なのかな。ね、でも10番がちゃんと真ん中にいますけどね、なんでしょうね、そういう日なのかな。
なんかバンクを狙っ、バンク？ 2 番の名前だからバンクもあるか。あ、バンク狙ってるけど、ちょっと短い。おお、そこ通って。ああ、わからない。穴はなさそう。あ、なさそう。あるの？ありそうですね。あるんだ。ああ、全然ある。画角上見づらい球とかありますね。さあ、これが入ると2番穴前ですし、これは意外といけるのか。これを、ちょっと、そこ。3番を入れつつ、4番がどこなんだろう。センターポジションぐらいに手玉回してくる、切り返して回してくる感じなのかな。押して、あー、ちょっと中途半端になったのか。左上コーナー見てる感じですか。いや、このショットやだなぁ。気持ち的には右上に入れたいんですけど。ああ、でも左上見てる。根木がそっちの方がいいってことなのかなぁ。私の気持ちだと右上に入れて回して、8の裏通して5番右下コーナーって感じなんですけど、違うらしい。あ、そっち。お、すげえ。ナイスショット、ナイスショットなのか。あー、じゃなさそう。気持ち強かったんですね。うん、さあ、何球入れたんですけどね、これが隠れるちょっと辛いところですけど、ワンクッションで当てて、手玉がね、入っちゃうんですよね、ああいう時って。なぜか入っちゃう。さあ、大友選手チャンスが巡ってくる。6番が、今見てる感じだと右下コーナーに入れそうな感じですか。右下に入れそう。違うな、引いてる。あ、引いた。あ、サイドだ。サイドに入れた。まあ、ここからはだいぶ大丈夫なんでしょう。サイド入れつつの7番左上、8番も同じコーナーっていう感じなんですかね。はい、ナイスショットを真ん中に入れました。そして8番もすっと構えましたね。9番フリーがちょっとついてるんですけど、これは引くのかな、押すのかな、どっちだ。引いてるっぽい。あ、押してた。全然違うこと言ってる。あー、でもこれはなんだ、もうちょっと強く押したかったのか、そういうことなんでしょうかね。ちょっと近いですけど、ああ、でもきっちりと決めましたね。1-1です。点先取りの1-1、まだ勝負はわからないっていうところでしょうかね。はい、
特に A 級戦は10ボールですから、なかなかね、マス割りっていうのも出づらくなってきています。9ボールと比べてですけどね。結構細かい、なんで細かいセーフティーの技術、入れの技術が結構見られるっていう、今週の大会に、ね、なってるような気がしています。さて第3ラックです。レイクが直接サイドに手玉が吸い込まれちゃいましたね。ちょっとブレイクがまだ3ラック続けてあんまりいい当たりっていう感じがしてないですよね。両者ここをどっちが先に攻略していくんでしょうか。山本選手のターンです。このラックはでも結構良さそうですよね。2番終わる3、4、5が難しいのかな。私からしたら難しそうに見えます。4-5がちょっとあんまり好きじゃない。これが左下で入れます。そしてそうはこうなるねイメージがちょっとあるんですよね。なんか個人的にはあまりつきたくない球なんですけど、まあ、ただ山本選手ね非常に入れも安定してますし大丈夫なんでしょう。入れてワンクッションで6番をサイドに取るそんなイメージなんでしょうかね。手玉が今ちょうど5番にあるとこぐらいまで来れば OK っていうそんな感じなんだと思うんですよね。そんな来なくていいか。5番よりちょっと左側に手玉残すようなそんな感じに見えます。うわ外した外した。そうなんですよね。やっぱ土手際は難しいんですよね。ショットがどんなに慣れてもやっぱり難しいんですよね。土手なんかなければいいのにっていつも思って生きてます。さあ大友選手のターンなんですけどやや遠くて薄い入れぐらいは、ね、ありそうですけどね。ちょっと体勢きついのかな。外しごろな球でもある感じ。ああ薄かった危な。触りはしましたね。裏から行きましたけど。おーっと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 。なかなか。そうですね。やっぱりちょっと体勢つらいですよね。そしてこれはなんだ ?6 番に隠れてる?微妙なところ。当てあるのかな、うん、ありそうですけどね。ギリッギリ。ああ、あった。結構全然あった。厚めに外してるってことは全然ありましたね。はいはいはい、はい。ととまた6番が邪魔をする。今度は当てはないですね、完全に。ここは当てました。
山本選手にチャンスが回ってきましたね。6番の振り見ます。6番がサイドは通ってるので、じゃ若干ねさっきよりも7番の位置が低くなったっていうのがちょっとネキストシビア目に見たってことなのかな。引いて、おお大丈夫か、大丈夫なのか、これちょっと逆振りっぽい。あーちょっと考えている。あでもいけるのか、押してる。あー逆押しでいける。あーキューブ当てて出した、かっこいい。わーかっこいい。結構一歩間違ったらスクラッチサイド当てそうでしたけどね。比較的サクッとサクッと目に行きましたね。さてさて、レール際の7番ですけど、ここはカットしてですね、はい、あーちょっと遠く、ちょっと遠い。中野さん対戦カードをお願いします。さあ入れて、あーちょっと長かった。9番サイド、サイド狙ってたのかな。これだとちょっと当てもなさそうですよね。ジャンプか、ここでのジャンプいけるか。うおおハフー、ナイスジャンプだったんですけどね。いやースクラッチしちゃうか。いやースクラッチしちゃうのか。ちょっともったいなかったですね。かなりいい入れつなぎをしていた分ね、ジャンプもね、ナイスジャンプだったんですけど、ああいうのちゃんと決めれるのがやっぱ上手いなっていう感じなんですけど、そこはやっぱ手玉のコントロール難しいんですよね、薄いから。7階21番テーブルです。アルミス関さん、メッカ荒垣さん、アルミス関さん、メッカ荒垣さん、そしてブレイクしたんですけど、またスクラッチか。ちょっとブレイクの運のないゲームですね、お互いに。いやー難しい。大友選手が 2-1 リードしてる4ラック目。スクラッチから手玉フリーボールで1番入れて2番までを渡しました。これはナイスショットなんじゃないですかね。ナイスショット出しますも結構全部オープンな感じがする。なんとなく見てると9番がちょっとねサイド近くてやらしいなっていう感じですけど、まあでも左の手前からね、左奥のコーナーに向かってつけるんだったら
そこにネキスト出せるなら問題ないのかなっていう感じ。いやでも7番あそこにいるから難しいのかな。どうなんでしょうか。4番入れてワンクッションで返して5番。うーん、5番、あ、逆切ってそう、逆切って回すのか。おお、なるほど、外してしまうが、あ、フロックインした。5番がフロックインした。そして6番に、なるほど、これは大友選手にはラッキーなんじゃないですか。テンボールね、コールショットですから、フロックインしてもショットとは見なさないというのが9ボールの一番大きい違いかもしれませんね。なんとなくね、9ボールに慣れているとこういうショットでちょっとラッキーって思っちゃう時ありますけど、はい、10ボールはコールショットです。さてその問題の9番をでも今見てスペースあるなって思ってたんじゃないですかね、手の置き方的に。だから9番左下のコーナー行くんじゃないですかね。どうなんだ、どうですか。ああそうっぽい、9番左下のコーナーに行くっぽいですね。でそこからなら10番狙えますよと。しっかりついて出してきました。10番入れて大友選手が3-1とリード広げてます。さあ第5ラック目のブレイクどうだ。おお、ナイスブレイク。これはいいんじゃないですか。手玉もセンターにピタッと止まって理想的な形なんじゃないでしょうか。1番も見えてる、全部オープン。ちょっと2が単品で処理するには5番が邪魔な感じがしますけど、20っていう選択肢がねありそうですよね。はい、1入れて、はい、やっぱり20狙うんですね。こういう時ね、あそこにラックシートがあるのはちょっと気になるっちゃなりますよね。ずれるんじゃないかって感じがしますけど、ああ大丈夫なんですね。はい、全然大丈夫でした。20決めて大友選手が、はい、リード、3点リードに広げて4-1ですね。これは乗ってますね。さあやっぱりブレイクが良かったっていうのもねありますから。
はい、ブレイク掴んでる。あ、さっきとちょっとサイドが違う。さっき左側からついてなかったですか？ちょっと変えた。ああ、変えたら手玉が。ああ、なんで変えたんだろう。よかったのに。ああ、で、手に銃も入ってる。なんだなんだ。さあ、手玉がスクラッチしました。ちょっと引けちゃった。んですかね。さあ、山本選手にチャンスが巡ってきました。じゃあ、5番がでも左下通ってるのかな。それによってちょっと難易度違いそうな。そんなラックですけど。4番も、3から4が微妙に難しかったりするのかな。はい、2番を引いて3に出します。ちょっと厚めに取ってる。これはどうするんだ。4番が右奥がなさそうなので右下に入れるっていうのが良さそうですけど、あでも引いてますね。はい、あそこに取りました。さあここです。5番が通っ、あ、でも通ってるんですかね。こんだけスルッと。はい。どうするんでしょう。裏取りに行った。裏取りに行ったんですね。なるほど。あ、じゃあ通ってなかったんだ。はいはい。裏取って右のサイドに狙って、感じにしたんですけど、ちょっと逆振りだけど押せば9に当たるから、あーどうするんだ、どうするんですか。これは押して、まあそうなりますよね。そうなった時に6番が大丈夫なのか、厚みをしっかりしっかり見ています。手玉がどうもカメラの画角的にはスクラッチが結構見えるんですけど、これかわせるんですかね。一回構え直しますね。やっぱりこういうところでちゃんとね、結構これは拉致らない、これはスクラッチするみたいな判断が適切にできるっていうのは結構上手い人の特徴だなとか思ったりしますけど、バンクコールしましたね。ちょっとやっぱサイドかわせないんでしょうね。うわうまっ、うわうまい。全然うまい。コーナーカットバンクでしたよ今の。すごいな。8番入れて9番ですね。はい。いや、山本選手の今のバンクショットはかなりすごかったんじゃないですか。スーパーショット。そして2-4。はい、次第7ラック目が、ここでリーチかけられると山本選手としては辛いですからね。3本目もしっかり取っていきたいところ。非常にいい流れでプレーしているような、ね、感じが見えますんで、ここからの逆転劇あるんじゃないでしょうか。さあ第7ラックのブレイクです。ちょっとブレイクがまだね当たってない山本選手なので、ここ頑張りたいですね。さあブレイク。どうですか。これは7番が入ってで1個入りましたね。ただ1番がちょっ
これはシュートはなさそうですね。セーフティーかシュートアウトかですが、ちょっとつきづら、縦に返してセーフティーですね。あ、これは厳しい。一応クッションありつつも直接当てもありそうですけどね。ちょただ多分スクラッチしそうな感じがするので、裏から当てるしかないかもしれない、そんな風に見えます。ああ、全然嘘ついた。入れてるし、入ってるし、スクラッチないし。なるほど。そして2番。これは、下のターン、右の頂点回すと思うんですけど、結構いろいろボールがあって邪魔そうな感じですよね。どうするの？9と6の間ぐらい抜けてくれればいいなっていう風に見えますけど、違うかな。あ、今度割ってた。ナイスショット。言うのはできるんですけどね、やれって言われたらできないんですよね。さあ3番出て、これはでもだいぶね、ラックとしてはね、楽になって来てる感じしますよね。今のが解消されたら3、4、5、6もそんなに、9と10の位置関係も良さそうですし、これは結構チャンスなんじゃないでしょうかとか言ってるうちに3番、ちょっと薄かったんですかね。4番に出す振りとしては。さて、あ、直入れがないので、左奥のコーナーコールしました、山本選手が。なんだ、カットバンク。ああ、カットバンクだ。でちょっと熱かった、まあ、ちょっと手玉かわせないんですよね。ああ、入れはありそう。長め、厚め、ストップぐらいで4番ちょっと引くぐらいちょうどいいのか。あ、でも押してるな。押すのか。押してワンクッション、ツークッション、左上ついてる気がする。おー、なるほど、押してましたけどちょっと厚く入ってましたね今。難しい、わからない。あ、これ10番コール、今10番コールしたんじゃないですか。3、9、10の3連コンビ。入ればラッキーみたいな。ね、テンボールコールショットなんで、コールせずに入ったら悲しいですからね。大事です。あー、そして当たりましたけど、はい、ショットには至らず。そしてこれは3番、あ、見えてそう。3番はサイドにね、ありそうですけど、4番どうするのかな。引いてますね。銃の裏くるっと回す感じですか。ツークッションぐらいで。あ、全然違う。あ、そっちか。縦に返しました。なるほど。厚めに4番に対して出してあげて、引くのか。引いて、手前のクッション前のクッションで伸ばしてあげる。はい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 。
6番もおそらく5番と同じサイドに入れるイメージなんですよね。さあこれをいい振りで取れればほぼいける。シュートして逆ひねり、ちょっと強かったのかな、やや逆振りになりましたけど、どうでしょう。あ、回しそう、右上ついて回しそう。ついてしっかりついて回しましたね。あ、ここまでくれば大丈夫そうじゃないですかね。8、9、10と。さあ大友選手がここでリーチになるのか、9番入れて10番へのラインも完璧ですね。上手い人はねこういうの本当間違えないですよね。全然今の8、9、10とかも B 級戦だとあれあれあれみたいなことよくあるんですけどね、やっぱりそういう細かいミスの少なさっていうのは本当に A 級の方は皆さん見てて羨ましいなって思いますね。リーチ8ラック目、あ、今度は左からのブレークに戻った。ちょっとずつ位置変えてるのはなんかあるんですかね、1回ずつなんかジンクスみたいなあるんですかね。左からのブレークでちょっとずれましたね。ただノーインだ、あ、ノーインですね。ちょっとここの台立ちが悪いですかね、ラックのブレイクなのかな、ちょっと難しい。山本選手のターンで1番が右上コーナー通って、あ、でも通ってる、通ってるのかな、通ってそう、あ、通ってない。コンビで狙ったんですけど、あ、名前残ってしまいましたね。1、3とコンビで、2、4から5がちょっと8番の位置上めんどくさそうに見えなくもない気はします。2番どこにするんだろう、1と同じ穴に取るのかな。あ、そうですよね、かわして。さあここです、4番の、あ、その辺がネキスト。まっすぐ目に置いてまっすぐ引きたいっていうことなんですかね。はい、ちょうど素振りしてたあたりに出してきて若干右に振ってる感じもしますね。押して、あ、押しそう、押し、右押してワンクッション、あ、つく、あ、そうですね、8番かわせる厚みがちゃんとあったんですね。ちょっと、おっとっとっと、ちょっと思ったより強かったんですかね、もう少し厚めに取りたかったのかな、そうでもないのかな。はい、あ、ここはでもきちんとしっかりついてバタバタで6番に出しました。ちょっとレール際やや厚めで嫌な感じはしますけど、あ、7番
オフサイド7番を右サイドに取ろうとしてるのか。あ、ちょっと厚み厳しいんですね。8番に当てて右サイド、あ、そういうことですね。手玉を6番入れた後8番に当てて出るラインを見てるように見えます。そうすると右下コーナーが7番ネキってことになるのかな。あー、全然当たんない。なるほど、これだと、あー、でも構え位置からどっちだ、コーナーっぽいですね。あ、コーナー見てる。さあ、ちょっとロングショットでちょっと嫌な感じですね。ちょっとしかも9もちょっと縦気味で、これはどうだ。おお、ナイスショット、素晴らしい、シュート力ありますね。8、9、10残すところ3球です。左下ひねって持ってきました。9番サイドに取るんですね。サイドでこれも振り回ってそうです。ワンクッションで10番に出す、そんな感じじゃないでしょうか。ああ、素晴らしい。さあ、ゲームボール。はい、これで6-2、大友選手勝利です。